No, we're playing as him. Fuck. どこだよ、ここは。We start from the beginning again. What the fuck? つまり、これが俺の牢の姿なのか。うん。あいつから生み出された人格が別の人間としてここにいる。面白いじゃねえか。調べりゃそのうちわかるだろう。うん。なんて様だよ。誰？俺はロウ。お前のお友達だよ。覚えてないのか？I wonder if you play through the whole game or just... No, that's just parts. Good. So she actually committed suicide, okay. It's because... It's the other personality of Sakurai, and she wanted her to die, so we are on a mission to kill her, but we can't do that ourselves, I guess, because, I don't know. Yeah. Ugh, we're skipping whole episodes. So good. Thank you.
ててくれよな。君はロー君？そうだ。悪いけど君のことを覚えていない。どうやら僕たちは記憶を失っているみたいなんだ。みたいだな。聞いてたから知ってる。一体どこから？スクランブル交差点は見晴らしがいいから近くにいたらバレてると思うけど。ちょっと訳ありでな。そう。それでロー君は一体何のようなの？この世界について教えてほしい。君がみんなの前で姿を現さずこうして僕にだけ接触してくるということは何か事情があるんだね。スマートガール。桜井君に攻撃的に対応したからじゃない。君は何かを知っている。分かった。情報交換だ。この世界について考えていることを教えてくれ。俺はお前ら8人がなくしている記憶について教える。ただし俺が話すことを他の奴らに話すのは禁止だ。やっぱり君は記憶を失っていないんだね。うん、いいよ、教えてほしい。他のメンバーには決して話さないから。もう十分。なるほど、そういうことか。どうした？この世界について大体わかった。Yeah, and it ended in the first place. So when I stabbed her, the world ended. Huh. Oh. Hello. あなたは誰？水臭いな。俺を忘れちまったのか？いつもいつも屋上でお前のお守りをしてやってただろう。屋上でいじめを受けていたお前のこと俺はずっと眺めていたんだけどな。桜井君じゃない。まさか桜井君の中のもう一人ロウ。ピンポーン。まあ忘れるはずがねえよな。なんで
あなたがそんな姿で存在しているの。お前に復讐するために決まってんだろ。この世界はあなたが作ったというの。さあどうだろうな。この世界について教えて。なんでお前にそんなことを教えてやらないといけない。言えないということはやっぱりあなたもこの世界について何も知らないの。はあ、そんな安い挑発には乗らねえよ。そんなことより京介君と久しぶりにお話できた感想はどうだ。何も覚えてない京介を騙して何も知らないふりをして行う会話はどうだったよ。哀れな京介を眺めていて楽しかったか。たんまりかよ。お前に騙されてるあのヘタレが哀れだ。だから先に京介にはお前の真実を教えてやる。そうして怒り狂う京介の目の前で俺がお前を殺す。やめて。はあ？お前自殺しておいてこの世界では死にたくないってか。違う。じゃあ何なんだ。桜井君にあなたの正体を教えるなと言っているの。は？あなたの存在を知らせるのはまだ早い。あなたは劇薬のようなもの。変化を起こしすぎる。That's an interesting analogy, I guess. 何を俺に指図してんだ。それに意味わからねえこと言ってるんじゃねえ。私のことは別に今この場で殺してもいいわ。でも桜井君にはあなたのことは言わないで。帰る。次に見かけた時は容赦しねえからな。分かったわ。でも一つ確認させて。いや。あなた神谷君に何か吹き込んだ。 Nothing yet. はあ？何言ってんだ。神谷君はこの世界について何か知っている様子なのは気づいている。ah, okay, あなたが情報を流したのでしょう。 because he was the, because Kamiya was already in the sport, that's why. だったらなんだ。でもしようとしてるの。何をしようとしているかはわからないけど、あなたたちの思う通りにはさせないわ。Because she disappears, that's why. It's getting faster in time. Kagami?思い出した。二階堂君ごめんね。
この世界のメモか。これは。な、約束は破ってねえな。待てよ。どうするか。な、もういいか。I'm pretty sure I have problems with the tracking because I'm sitting down, that's why. But other cases, I don't. It's just that I guess when the headset is like in one place, it doesn't work properly. I don't know. Okay, next day, let's continue. おかしい。だからみんながいるのか。記憶を失っているのも。それで、こんな夜更けに何の用だい？なあ、知ってるんだぜ。何を？お前が本当は何者なのか。お前、女だよな。何を言ってるんだ。俺がひょろっこいからってさすがに怒るぞ。俺に隠しても無駄だ。記憶を失っている部分で君に何か話したのかな。そういうわけじゃねえよ。お前は俺と同じだからな。こう言えばわかるだろう。お前は二人存在する。What's the size? 何の用だ。もう怖っ。やだな。別にお前と敵対したいわけじゃない。むしろ仲良くしたいんだ。
にわかには信じられないけど、少し思い出した。断片的だけど、俺の言っていることが本当だと分かったな。これで俺らは秘密を分かち合う同盟関係になったわけだ。お前に何の得がある？お前はただ二階堂を殺したいだけだろ。ただ殺すんじゃダメだ。みんなをこの世界から消し、最後の最後に完璧な復讐をする。桜井に二階堂を殺させるんだ。それで俺に何をしろ？バミヤ、この世界について何か知ってるだろ。どうしてそう思う？最初から冷静すぎだ。鏡の壁のことを知っていたのもあるし、何より脱出よりもみんなで仲良くする方向に舵を切りたがってるのが怪しすぎんだよ。知ってること全部教えろ。分かった。だけど一つ約束してくれ。なんだ？みんなをこの世界から脱出させるのを手伝ってくれ。ああ、ただし二階堂はダメだ。やはりか。だが二階堂を切り捨てる？いくらすでに死んでいるとはいえ、友達を、そんなことがあってもいいのか？でもそうしないと。わからないことがある。なんだ？東国がなぜ消えてしまったのかはわからないんだ。俺がいたクロノス世界ではそんなことはなかった。それなら俺に心当たりがある。本当か？なぜそんなことがお前にわかるんだ？東国がいなくなる現場を隠れて見てたんだよ。そうだ。どうして東国は消えたんだ？あいつは思い出したと言っていた。おそらく何らかの反動で消去された記憶を思い出すことができればこの世界から消えるんだ。それならお前から過去を聞かされた俺はなぜ消えないんだ？自分から思い出す必要があるんだろう。それともまだ思い出していないことがある？確かに一応筋は通る。それで消えた東国はどこに？まずその消えたという言い方は語弊がある。救われたんだよ。幸せそうにただ去っていっただけだ。 I guess, yeah.なんでそんなことがわかるんだ？俺はクロノス世界は何が起こるかわからない危険な場所だと思っている。俺の記憶は人の死ぬ光景ばかりだ。絶対に投獄は死んでない。救われただけだ。同じようにこの世界からみんなを救い出すことができる。二階堂を除いてな。ここを作った主はそういう人間なんだ。俺は絶対だ。俺を信じろ。お前がそこまで真剣に言うのは意外だな。だがお前らしくもない真剣さは判断材料。それにそもそもお前は自分の正体という一番の秘密を俺に明かした。その二つを考慮すると信憑性があると考えてもいいだろう。
ガミア、俺に全面的に協力しろとは言わねえ。お前は現実世界と人格が多少違うみたいだからな、悩むこともあるだろうよ。だがな、俺の邪魔だけはするな。その時はお前の命を奪うことになる。いいな。ああ、好きにするといい。うん。I'm falling asleep, basically, Jesus Christ. It's not that this game is boring, it's just that I'm tired from today because it was pretty intense. That's planning though, nice. Oh. Wait, so everything is done, that's the ending, or? Ah, okay, so... Okay, so we basically fast forward to the scene. Okay, that's fine. Great. That's like 4 episodes to skip. Ro.お前は僕自身だ。わかったのかよ。なら、なおさら自分がやるべきこともわかるよな。俺の思い描いた形とは違うが、ようやく自覚できたか。自分が二階堂を憎んでいたことをな。どうして？お前は二階堂のことが大切だった。でも凛が死んで、同時に強く恨むようにもなった。その狭間で苦しんできっぱり分離することにしたんだよ。Right. 俺が嫌な感情も思い出も全部担当してる。その間お前は二階堂を変わらず大切に思っていられるってこと。どうだよ、恨んでいる俺がお前自身だと分かった気持ちは。I'm so confusing now. Mm-hmm.
っただろう。殺せ。で、お前が殺すことに意味がある。全てを理解してその上で二階堂を自らの手で殺すんだ。これこそが完璧な復讐だ。どう？No, again? It's so stupid. Can I... Wait. Let's save. Because that's the same situation that was before. Can I kill myself or something? Ow! Okay, no. Okay, shut up. That's the same ending though. It changes nothing again.I don't get it. Why? ごめんね、桜井くん。本当にごめん、凛ちゃん。ごめんなさい。I feel like it's the exact same ending that was before. ニカイド、君は。Again! お兄ちゃんたちはまるでヒーローみたいだね。ねえ、今日はどんな冒険をしてきたの？Yeah, I don't get it. It's exactly the same thing.We'll skip that because I'm really confused. I feel like I fucked up somehow. I have no idea how though. Wait a minute.There is no chapter zero. Will it go back again? Let's see. Oh, it's the same one, the first one.
Yeah. That's so weird. So as far as I know, we have how many different choices do we have? We had 1, 2, 3, 4. Four. So the other four here will be the other endings from the save stations. Like, I have no idea how this unlock. Maybe it will unlock when it will unlock this one, so I'll try to see. So I guess we'll continue to do these chapters.